上流域の肺が峰、中流域の本庄水源地、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。水源地の西側を沿って二河川本流が流れる。二河川は、広島県西南部の呉市中心部を流れる二河川水系の本流で二級河川、広島県呉市中心から、 北東方向にある灰が峰に源を発し、北上し、秋群熊野町に入った後、西から南へと大きく曲がる中で再び、呉市に入り、南下して行き呉港に注ぐ。流域ほとんどを呉市が占め、途中熊野町、一部の支流が広島市や菊に入る。上中下流域は以下の通り、中世から近世にかけて中流域の熊野町は、 周辺の交通の用地として発達、下流域の呉市は反応反漁の損落が点在していた。流域には滑水対策のためこの時代からいくつかため池が作られている。ただ、江戸時代までこの大きく変わったのは1886年海軍区が制定され、呉れ鎮守府が置かれることになり、秋群呉港は軍港として整備されることが決まったことである。 その呉地に安定して、浄水を送り込む、軍用水道の水源として、大日本帝国海軍により日華船の開発が始まり、まず明治時代に、二高橋内に取水口、二高水源地が作られ、大正時代には貯水地、本上水源地が建設された。1927年、川口部の現在の呉れ築地,地町で、埋め立て工事が始まり、これに伴い、 大規模な河川改修が行われている。1945年9月枕崎台風、1967年梅雨災害、といくつもの災害に遭う中で、上流域の呉市縄城,城町や、中流域の呉市、焼山町で、局所的に護岸改修及び砂防ダム建設が行われていた。1999年6.29雨災害で、流域に大きな被害が出ている。 岐阜町大紫城流域の灰が、ミネロクや中流域の本庄水源地周辺の自然公園、下流域の渓谷、二高橋と自然豊かな流域である。ただ、二高橋以外はコンクリートで護岸整備され砂防ダムには漁道が作られていないなど、生物にとっては良い,い環境とは言えない。水質は環境省、水質汚濁にかかる環境基準において、 全流域で a ル域へ。寄水域は川口から約1 6トル。気候は瀬戸内海式気候に属し、梅雨期と台風期以外は降水量は少ない。地質は流域全体を河口岩で形成され、上流梅が、峰付近は一部流門岩、下流の平野は風化した河口岩が堆積したマサドによる沖積層となっている。生物は以下の通り、 巨大熊野室上流域はほぼ農地、中華流域が住宅地、川口部が工業地である。中流域の熊野町は筆の産地として特に有名。江戸時代末期に製造技術が入ってくると普及し、熊野室として全国に普及している。上記の通り、二光水源地、本上水源地と呉市水道の二つの取水が行われており、 その他にも熊野町水道の暮れ地浄水場へも取水されている。農業用水の取水は24カ所。川口部は IHI 関連企業やバブコック日立暮れ工場、大暮れなどの暮れ海軍交渉からの流れを組む工業地がある。以下、支流含めた全流域にある主な施設、継承地を上流側から列挙する。ただし、教育機関、 神社仏閣は方のため除く。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。二画教に関するカテゴリ、二光水現地に関するカテゴリ。ありがとうございます。